冊代わりに聞いていただきました。皆様ようこそ、みさきです。こんにちは。こんにちは。初めてこちらの京谷茶舗さんの方でお邪魔させていただいて、第1回目ファンの集いということで今日はお集まりいただきました。もう本当にね、おなじみの顔でとても嬉しい限りでございます。皆さんお世話になっている人ばかりで、今日はなんか楽しい雰囲気でできそうな気がしております。そしてまた見ました、このこんな素晴らしいレストランなんて本当に知りませんでした先日まで。こちらの亜美さんですね。亜美さんはどちらにいらっしゃいますか。素敵なレストランがあるんだよということでね、声かけていただきまして、きっと今月の9日には桜の花が咲くと予想しておりました。でも咲いてますよ。3分くらいですね。満開に近くはないんですけど、さっき始めました。お姉さんと同じ3分咲きです。あらあらそんな、あらないでください。私正直なんですよ。今日は実はですね、天寺の花祭りということで、下野市の国分寺の方の、花屋2時からです。ちょうど雨もね、上がりまして、私ってやっぱりいい人なのかなぁ、ありがとうございます。この辺だけが分かってくれまして、こちらの方はそんなことないよという顔でございます。本当にね、綺麗なお花が咲いてましてね、私もお花に負けないように真っ赤なドレスで歌ってまいりました。この雰囲気は今日は黄色かなと思いまして、菜の花色のドレスで今日は皆さんと一緒に楽しくやっていこうと思います。ディエット曲の方も何曲か予約受けておりますが、まだまだ大丈夫ですからね、女性でも健康です。一緒に楽しく歌っていきたいなと思っております。それでは気づかせてもらおうかな。何ですか。今日ドレス、あと3着ほどございます。楽屋の方に行けば大丈夫でございます。それでは昨年6月の29日、全国発売させていただいた曲で、天に生きるという曲がございます。今日は作曲家の先生が東京からおいでになっておりまして、失礼いたしました、桜市の方からお出になっていただきまして、こちら大木先生と200曲でございます。200曲飛んできたので天に生きるという曲を